逃げろ、頑張れ頑張れ、イカフィッシュフィッシュ、来た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 、これでかいよ、多分相当でかいよ、これうまい、乾杯、よいしょ、うまい、めっちゃうまい。今日はありがとうございます。大物ハンターが果たして小物も釣れるのかっていう、いや間違いなく釣ります。本当ですか、いかん、プロとアマチュアの違いを見せますよ違いますか、やっぱり、はい、これで俺より釣れんかったらもう最低ですよ、母さん。大丈夫です、大丈夫です、やってみましょう。あ、おはようございます。今日はありがとうございます、わざわざ。あざす、お招きいただき、あざす大丈夫、今日釣れる、わからん、え、昨日釣れたらしいで。本当、うん、頼むよ、いいとこ見せてよ。あ、できるわWhat's up YouTube、 ご視聴助かりますということで、いきなり船の上でのスタートになりました。いきなりですね、いきなりだよ、はい、今から行くよ。どこに向かってますかね。何も知らないよね、何も知らない、本当に何も言わずに来いって言ったんで、ご紹介します。こちら山陰を代表する大物ハンターの2人、カンスさんとカンバラ。よろしくお願いします。カンスさんは先輩、カンバラは、俺同級生。カンスさんも世界をまたでかける男またでかける男で、カンバラ何最近マグロ釣りしてる、いろいろ、まあ、とにかくでかい、自分よりでかい魚を釣ってるっていう有名な。で今日はこんな大物ハンター2人に、今中盤ぐらい白イカうまいんだ、これ釣ってよし食ってよしで、これの小物も果たして釣れるのか。大物釣りに取材行くとこれがかかるんで小物釣り、いや金かかってしょうがない、この2人と一緒に行ったら。なんで今日はイカ釣りを対決で、まあ俺よりも釣れなかったらもうちょっと釣りやめてもらおうかな。まあ言っても釣りはうまいからね、ただ果たしてうまい下手で釣れる量が変わるのかどうかだよね。そうね、ね、まあそれはあるよね、ビギナーズラックもあるから。もしかしたらね、2メーターぐらいの白イカ俺が上げるかもしれない。ということで今日よろしくお願いします。お願いします。はい、サンラインの船長、高橋船長、キャプテンお願いしますよ、今日釣らしてよ。いや気持ちいい、大山、明豊大山があっちに見えます。今はポイントの場所取り、まあ、暗くなってからじゃないと釣れないんだけど、まあ、明るいうちも釣れるらしいんだけど、他の船の前に先にアンカー打っていい場所取って、で暗くなるのを待つと。これも大量の匂いしかせんね、いっぱい釣れるね。で菅さん今日あのタレ持ってきてるから、包丁は持ってきた、持ってきた、包丁持ってきてるから、踊り食い、イカ一本丸飲みしてみようか後であれ出せばいいじゃん、はいはい、うん、骨を、それやってみたい、やろう、食べよう。まあね、これ YouTube するじゃん、この船が忙しくなるかどうかもかかってるからね結構釣りの人が俺のチャンネル見てる、その素潜りしてるから。で一回俺のチャンネル見てて、カンバラのことを知っとる岡山の人と松江出てやって、カンバラさん知ってますかみたいな言われたもん。誰が最初に釣るかな。もうイカの中ではもう夜じゃないかな、海底の中は結構暗いよな、もう絶対。あら、フィッシュ、フィッシュ、歯がいい、なんか歯がいい、逃げろ、頑張れ頑張れイカそんなに曲がるな。上がってきた、上がってきた、おー、お、でかいでかいでかいじゃん、めっちゃでかいじゃん、逃げろ逃げろ、早い早いね、ナイスナイスすげえすげえ、でかい、いいねいいねいいね、これは俺にもチャンスがあるぞ。おるな、おるのはおるんだな、これで分かった、おるよ。何が違うんだろうな、
あ、来た来た、逃げろ逃げろ、足がちぎれろ。めっちゃ来たね。うるせえうるせえ。あ、来た来た、でかい。待ってよ、すごいよ、みんな連れとるがん。フィッシュフィッシュ、来た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 、来ました、フィッシュフィッシュ、よし。焦っちゃダメ焦っちゃダメ、足が違う、来てる、カバラも来てる、お、でかい、イエーイ。あら、なんか軽く、あ、来てる来てる来てる、あ、いい感じいい感じ、あと 20m 来てるよ、これでかいよ、多分相当でかいよこれ。ちっちゃちっちゃ、なんで俺だけちっちゃい。次だ次、このちっちゃいな、俺もでかいやつちょっと釣りたいわ、うん。来た、お、曲がってる。フィッシュフィッシュ、引いてる、これは1メーターぐらいあるよ。すいません失礼しました、カンバラのにかかってるわ、俺のじゃないわ。いや俺のも来てると思うんだよね、多分。あと 17m 来てるよ、さっきグッて来たけんな、来るよ、チェーやられた、頑張れに、もう一回行こう。釣れるね、順調に。今のところ俺が一番じゃない、大きさちっちゃいの、はい、一番ちっちゃい、すごいな、それそうやって炭取るんだ、炭袋だけを取ってんの、そしたらクーラーが汚れないと。あんまり言ってたんで俺のちっちゃいから。一口で食べれるサイズ、もう食おう、とにかく俺はこれ食いたい、生きてる生きてる、うまい、中身を出して身をこの汚いバケツで洗って、ひかんさん手洗いました取って、いや透明、見てすごいすごいすごい、透明だ、そこもうまいですよね、コリコリしてて。これ醍醐味じゃん、この釣ってすぐ食うっていうのが。ああ。わっ、見て食ってる、なんか小魚、ほら小魚を食ってる、餌、さ、透明です。お、いい、やっぱ黒い皿がいいね、白いイカに。さあこのイカに何人泣かされたことか船の上で食うのはちょっとまた違うだろうな、これが醍醐味よ、イカ釣りの。暗くなってからだから、本番は本番は暗くなってからだから。うわー、ゲソが生きてる、これ口の中くっつきます、いいねいいねいいね、イケスのイカとは違うからね。そうですよ、うん、刺身醤油、刺身醤油にオリーブオイル、オリーブオイルなんか入れるんですか、それなんすか、生姜、生姜、生姜、
生姜。乾杯。よいしょ。よし。うまいな。いただきます。最初はこっち。これ関西の店で食ったら2000円だったけんな。マジか。うん。中華高いけんな。うまい。めっちゃうまい。これうまい。うまいな。これこれ。うまい。うまい。ん？なになに？いただいて。ダメだよ。お前ビールだけ。いや、それでも昔に比べたらだいぶ上等ですけどね。換算の切ったやつ2000円だけど大丈夫。まあ何回ぐらい買った換算のイカ。いやー僕もまあまあ発見したものと思ってうーん、うん、ゴリゴリくっつく口の中。身ももちろんうまいけど、あの耳とけそういいですね。ねえ、牛乳さんの名前なんだったかいな。宣伝しとったかいで。フィッシュイーター。今のとこカットして。今のとこカットしといて。はい。フィッシュイーターの船長、キャプテン。君のチャンネル登録お願いします。登録してないでしょ。俺チャンネル登録してない人と喋らないようにしてるから基本的に。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。あ、潜りで、そう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 。あの漁師と揉めてるやつ。今は仲良しだからね、もう。そう。暗くなるまで待とう。今日もなる入れ食いに。明るいうちの、まあ、とりあえず早急に釣って食べさせてもらうっていうミッションね。これはもう関西にいただきまして、まあ、これ見てこの余裕。イカ釣りは暗くなってからだと。明るいうちはこうやってビール飲めと。まだ早い、まだ早いね。まだあと1時間以上あるから、ちょっとのんびり飲みながら夕日を楽しんで、その後はバトルよ。もう機械みたいに釣ってやるから。釣れ出したらすごいでしょ。だってよし、じゃあ行きます。それでは夜の部はこの後の動画で。